かっこないっすか普通に。ねえ、あ、いけるいけるいける。久々にウッディ上田のベンチプレスやりましょうか。やっちゃいましょう。今日ちょっとマックス挑戦したいね。よし、まあ、ちょっと時間空いちゃったんですけど、自分では少しやっててくれたのかな。もちろんです。よし、じゃあ一気に飛んじゃいましょう。アイスバーグさんじゃないですか。気もちょっと生えてアイスバーグさんじゃないですか。これわかんないかな。アイスバーグ似てない。似てないです普通に。しっかりこの前までやってたことできてますか。しっかりとまずは共通進展。そう、今ね、やっぱ手首のね、角度がいいなってすごく思って見てます。そう、それをキープしたまま、はい、あ、いいね。自分のいいとこでいいよ。回数は一発、はい。まあ、今日マックスまで上げるんで、もうここら辺からしっかりフォーム組んで、一発一発をもうマックスのつもりぐらいで上げてほしいっすね。はい、あ、いいね。うん、よっしゃー。はい、じゃあ90かな。はい、よっしゃー。インターバル中のウッディ上田、インターバル中は何を考えてますか。今はセイコーマートの鮭おにぎり食べたいなって思ってました。邪道だよ、明太子マヨだよ。タラコなんですよ僕。いや、さっき言ってたよ。なんだこいつ。もうすっかりオフモードみたいになってるじゃないですか。ポケットからキュンです。帰れ。落としたのキュンです。君がくれたキュンです。でも君にあげられなくてシュンです。僕の名前もシュンです。帰れ。軽くないっすか普通に。いいでしょう。ちょっといいんじゃないの。ちなみにこっから100いって105いくかどう思います。105やですよね。あ、マックスが 102.5。 今 102.5 って考えるとどうなのかなって。その100をやってから行くべきか、105に行くべきか、か、いや、僕だったら100やってから行く。ああ、なるほど。いや、俺結構 97.5 からの100。ああ、そっちですか。の 7.5 っていう刻みもまあありかなっていう。確かにそうだな。100でむずい。それ結構いい。でも結構これっていろんな人持ってる悩みですよね。どうやってマックスまで持っていくか。そうそうそう。まあ、ある程度その90持つまでは多分皆さん同じだと思うんですよ、うん、だからこの15キロアップって正直重いじゃん。うん、重たいですね。ここでのね、いや僕は間に絶対何か一発は挟むべきだと思う。そうだね。 92.5 ただその挟むのは何ですか。いや 92.5 はねえよ。黙っとけよ。おい、おい、そのハサミ何にしますか。いや、そこはでも俺だったら 97.5、うん、まあでもね、あとは自分のその190をどう感じたかってとこも、うん、そう、すごいそのいいポイントなんですよね。90の軽さね。ちょっとおめえなってとこで100いくのもね、ちょっとね、それはどう今の90は。自信があるんだったらぜひ100いってほしいですけどね。いやー、まあ僕やっぱ失敗しないんで重たかったんで 97.5 で。はい、 OK です。よっしゃ、ちょっと待てよ。よし、はい、ここめっちゃ大事です。ここめっちゃ大事です。ここマジで大事です。マジで頼むよ。集中して集中。なんなら別にね、もう音楽とか聴いちゃっていいから。うん、なんなら、そうだよ、もう動画とか関係ねえから。ラックアップね、ラックアップ、ラックアップ、ラックアップ、しっかり胸の高さキープよ。足使って背中しっかりキープ。おい、 OK、 負けない。倒せ。軽い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 、これいけるぞ。105終わった。バカ重いやんけ。どうなん。もうちょいこうね、1点リズム保ってあげてほしかったですね。
どうなの正直105。105いきましょう。上げれるの？上げれますね、これまだまだ出力6割ぐらいしか出しないんで。本当に上げれる？上げれますね。やってみましょう。潰れてほしくないな。マジですか？うん、やめとこ。いや、普通にやめた方がいいと思う。上がんなくない？がっかりだよ、お前は。ベンチプレス100キロ上げるの時よりちょっとなんか、うん、渋いやんけ。胸筋大きくなってるんですけどね、当時。ちょっとそろそろ戻してくれ、本当に。いつまで経っても、お前97.5とか100だと。80の感じ良かったですけどね。いやまあとりあえず、まあ朝なのもあるしな。あのマックスはちゃんとね、毎回持った方がいいですよ、マックス付近は。107.5じゃないですか。え、これ 107.5? 付け間違い？付け間違いかな。いやもう80、うん、90、まだ可能性、まだ可能性、うん、まだ可能性、終わり、7.5、97.5。こんちくしょうが、おい、お前ベンチやってたんか。旬です。いや、でもちょっとね、こう皆さんにもこれ言いたいんですけど、練習自体はまあしてたのかもしれませんが、多分ね、重いのを持ってないってことだったんで、だからマックス持って80キロとかだと正直マックス更新は狙えないですよね。やっぱり自分のマックスが今100付近でしょ？ってことはやっぱり95ぐらいまでっていうのはコンスタントにやっぱり毎回持つっていうことが大事なんですよ。いや、俺特に感じるのはベンチはそれ特に大事かなと思って、うん、ベンチは特に大事、うん、まあ、もちろんプログラムとか組んでるときは、まあ、それに沿ってやってあげるのもいいんだけど、でもそうだとしても9割ぐらいは毎回ちょっと持っといて、まあ、多分潰れることないんですよ。ないない、ね、多分プログラム中とかであっても、まあ、遜色別にないんですよ、うん、9割1レップ持ったところで。そうだね。じゃあ来週までに仕上げてきて、今日と来週までに今日の練習で仕上げましょう。任せてください。セットを見ていただければ分かります。はい、じゃあ行きましょう。アセンディングレッツゴー。はい、ちょっと今の1セットを見て思ったことあるんで、ちょっと1個だけレクチャーさせていただこうかなと。お願いします。あー、思います。はいよー。普段の出汁なんですけど、まあ、いわゆるまあね、こう組むじゃないですか。はい。こうやってしっかり肩締まってるんですじゃないですか。うん。肩を締まってるんだけど、ラックアップするときに強く取りたいから腕で、強く出しちゃってるんですよ。もう一回いいかな。いきますよ。はい。いきなりこれ80もちょっと重いね、うん、こっから、うん、腕で、あー、わかる。バチン。俺はわかるけど、でも結構ね、普通の人からなんか、え、何が悪いのって思うかもしれない。あ、何が悪いのって。逆にいいのやってもらっていいですか。逆にいいのね、うん、いいのね。締まった状態で、うん、いわゆるこのね、胸とか背中とかのこの体幹部分でここで取ってあげるようなイメージなんですよ。あ、わかります。俺はめっちゃわかります、ね、だからここで、あ、わかるわかる。まあ、比べたらわかる。そう、いや、これ映像だとちょっとわかりづらいかもしれないけど、でもね、やってる側はもう天と地の差ですよ。で、今何が、じゃあ今自分やってても全然違うわけですよね、うん、で何が違うかっていうと、1個目って腕でガッと取ったじゃないですか、うん、ってなると今一番力が入ってるとこが腕になっちゃう、うん、ってなると、じゃあどうなるかっていうと、腕メインのベンチプレスになっちゃう。そう、実際重いです。で、うん、今の2個目でやったところって僕どこで持ってるかっていうと、ここで持ってるんですよ。そうね、支えてるのは確かに腕なんだけど、うん、どこでじゃあ全部でこう、うん、持ってるかってなった時ってここなんでね、うん、だから胸でも迎えに行けるようになるし、そう、胸、背中、そう、多分ここら辺って意外ともう力抜けちゃってる。そうですね、本当に割と、うん、っていうのって結構大事かなって思うんだけど、うん、いや、思いますだよね。僕もやっぱり結局その、まあ、腕とかでガチって取って力いっぱいに入れてやるベンチで行けるとこって、僕の場合ね、130だった、それは。なるほどね、うん、自分がその時限界、自分の場合、はい、力ベンチっていうんですかね、うん、でもそういうの
だからそれをやめて体のまあ中心、幹となる筋肉、はいはいはい、胸、背中、そういったところを使ってベンチプレスができるのか、うん、って考えたとき、ラックアップからの設定なんですよね、そこは絶対。そこがブレた時点で使えない、まさに直さんが今言った通り。そうだね、ここだけで支えるよりも、うん、絶対ここで支えた方が安定するに決まってるし、それをやるためにじゃあどうするかっていうと、やっぱりこの肩甲骨周りのしっかり動かせるっていうこと、うん、肩甲骨周りを意識できるっていうことと、あればこのグーッとここに俺は空気を溜めるってことすごく大事だと思う。うん、絶対大事っていうね。ダメなのは、うん、ね、もう極端にやると、極端にやるとね。じゃあちょっとそこ意識してやってみてください。よっしゃ、崩さないよ。お、いいね、迎えに行く。はい、押せ。よし、2、え、そう、まあ降りた軌道で押せよ、降りた軌道で。はい、押せ。よっしゃー、はい、OK。まあ、さっきより意地見せましたね。さっきよりいいですね。うん、意地見してくれましたね。どうですか、明らかに気持ちの部分が高まってた。よし、うん、イージーではねえよ。意地だけ、イージーではない、意地だけ。やっぱこれだったら88いってもいいのかなって気がします。うん、88いきましょう。解放使ってよ、解放使ってよ。よし、はいはい、あ、いいよ。1、迎えに行って。2、あ、いけるいけるいける、大きくて。あ、押せ。おいと、いや、いいね、いいね、なんだ、1セット目とあんま変わんねえぐらいの、結局上げてくるんかよ。えいし、上げてきましたね今のも。やっぱりまあ、うまさは出てると思うんだよね。よかったよかったよかった。結局さ、解放も使えてるわけでしょ、うんうん、うまく下ろしもね、ちょっと早くなったの分かりました。そうだね。で、うまく戦う術をね、自分の中で持ってますね、うん、やっぱり引き出し持ってるんですよ。これは最初からやれやって。まあ、今のところアップ終了したんで、じゃあ105キロいきますか。はい。まあだから、セットはいいんだよ。セットは良くなってんだけど。いや、アップで、この感じあんま出てなかったじゃないですか、うん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 、正直今。ですよね、出てないね。だアップが足りてないってことですよね、うん、だ普通にそのね、まあ多分ちょっとした前、要は可動域出すストレッチ的なところも多分足りてなかったし、うん、今やってる中で調子出てきたってことはそういうことなんですよ、ね、絶対フォームを組めるっていうところまで自分の体のコンディションを整えれてなかったってことなんですよ。ただどれだけアップが大事かっていうね。はい、そういうことですね。でウッディ上田に皆さん感動したらチャンネル登録としてパワーチューブに入部をしましょう。感動するとこない。皆さん良いパワーライフを。